紹介させてもらおう。じゃあもう一回クマのパネル取ってきてもらっていいかな。このようにアンコウはフグと並んで日本一の漁獲量なんです。下関実はすごいんですよ。じゃあ次はですね、もうこれは最近テレビとかでもよく取り上げられるんだけど、知ってるかな。じゃあジョルル発表お願いします。どうぞ。新鮮な魚介類お魚を一緒に煮込む美味しい周防島というところのパフェなんですよ。ぜひね食べてみてください。クマもみかん鍋食べてみたい。お、嬉しいね。チョルル山口にぜひ食べに来てくださいね。美味しい鍋がいっぱいあります。